タンラ。タンラ、タンラ、チンラは、朝鮮半島沖の最終島に古代から中世にかけて存在した王国である。クダラ、統一しらぎ、古来に内属し、15世紀初め立し朝鮮に完全併合された。タムラ、トンラとも表記される。この年表の月は、旧暦表示である。タンラの起源については、太古の昔、高、梁。 夫の三兄弟が穴から吹き出してきたとする三世神話がある。それによると、皇、梁、夫の三兄弟が、東国の壁老国、高来氏では、日本から来た、美しい三人の女をめとり、王国を建国したことが伝えられている。歴史的な記録としては三世紀の中国の師匠、三国志義士党遺伝に見える修古が初見であり、三世神話、漢族とは、 言語系統を異なるものとするのが通説である。これには異説もある。三国式では丹羅が476年にくだらの文衆王に長考し、498年にくだらの東上王に服属したとあるように、498年以後はくだらに長考していた。しかし660年くだらが、当、白木連合軍の侵攻によって、突如滅亡すると丹羅は、 大混乱に陥った。662年には白木に服属したとみられるが、この時、唐から帰国する日本の検討視線がたまたま、丹田に起し唐軍の進行を恐れる丹田はしばらく、日本に長考を送り続けたという記録が、日本初期にある。また、慶大天皇2年、508、南海中丹田人発動陸だら国とあり、日本初期では、 クダラと初めて通じたのが508年と記録されている。当時の記録によれば、タンラにはすでにピョルシュ、または、聖主、王子、または星子、都内と呼ばれる支配者が存在していた。これらの称号は、白木文武王が与えたとする文献もある。いずれにせよ、タンラ支配者のこのような称号は後世まで続いた。単羅聖主が、筆頭閣で、これを王とする。 東、シナ海の海上交通の要衝であった、丹羅国は、海上貿易の拠点となり、旧世紀の商人、長歩行、青年不明から846年は、白雅王の認可の下、丹羅と太い島を拠点に、白木、東、日本の三国との貿易を盛んにし、北は、日本の能登半島や十三港から、南は甲州、西は、三島半島に及ぶ、 海上貿易を行い、公開安寧のために、カンゼオン菩薩を祀るための北華を丹田と太い島に、石山北華院を三島半島に建立し、この三寺院の建立によって丹田は、大乗仏教による共通の信仰とともに、東和世界と結ばれた。935年に、白木が滅亡すると、丹田はしばらく独立したが、938年に、 丹田国の聖主の公事権は、高来に服属した。駒は1105年に丹田軍を設置し、1108年に最終軍に改称、ここで丹田国としての歴史は途切れた。1121年には最終と改称したが、聖主、王子など、旧来の支配者の称号は認めていた。駒支配下での最終党では1168年の吉森の乱や。 1202年の藩石、藩主の乱、1267年の踏み行きやの乱など、高麗の経来藩への最終島民の反乱が、たびたび発生している。大元、ウルス、モンゴル帝国は服属させた高麗軍と共に、1270年に最終島に逃れてきた三別省を1273年に制圧した後、三別省の乱、1275年に、 最終塔を高麗から分離させて、なお丹羅に戻した上、モンゴル帝国の直轄地にし、モンゴル馬を放牧するための牧場を置いた。この大元ウルスの時代には、大韓ダルガチが置かれ、また、この頃から、最終塔は、流刑地となった。元は1294年に、丹羅を高麗に返した。1368年に、中国に明城が成立すると、高麗は、 新民丹元に展示、1374年に2万5千人の軍隊を送って、牧子、丹羅に土着化したモンゴル人を滅ぼし、再びこの島を高来の直轄地にした牧子の乱。高来に代わった李氏朝鮮は、1404年に聖主王子などの伝統ある称号を廃止し、1416年には最終牧師のもとに県も設置した。これより、 内地、韓国では、陸地というと同様の地方支配体制となった。1445年には、李氏朝鮮によって身分としての聖主、王子なども廃止され、丹田人に対して、儒教による朝鮮文化への同化政策が進められた。丹田民族は、聖主という国王を中心として、独自の神話、称号文化を持った民族だったが、 王子高来の侵略や高来への併合を通じ、強引に推し進められた同化政策により根血が進み、さらに、李氏朝鮮を経て、現在の韓国最終島民になった。作家、王や総一の著書、炎は、流れるの朝鮮編には、最終島民は、朝鮮半島本土と違い、性格は温厚で、生活様式が日本に近いとある。三国史、 五漢書によれば、丹なの前身である、周古の人は、言語が半と異なり、背が低く、戦皮、強度あるいは右眼も含むのように髪を剃った弁髪の風習を持ち、上半身に、皮の衣を着たが下が覆われず裸に近い、牛とイノシシを飼い、船で往来して、漢と交易した。これは、当時の漢の風俗として記されるものと大きく異なっている。 日本に来た、丹ダ国の使者としては、淡木、死女、縁間、久しや咲トラ、うサ等の名が知られてる。いずれも、丹ラの固有語を万葉が名のように表したものだと思われる。その意味などは全くは分かっていない。アレクサンダー・ボビンによると、丹ラという名称は、日本語のタニムラ、谷村、ム村、バレエセトルメントや、タミ村、民村、ピープル、 S セトルメントで分析することができるという。従ってボビンは15世紀以前朝鮮語が最終党の支配言語になるまで、島では日本語族系の言語が使われたと推測した。いずれも1446年に清掃が、訓民清音、後のハングルを公表する以前の支配者名である。高来島木57チリ市に丹羅県。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。